だって飲み物が実はあんまりなくなってきたな、もう。まだ30キロちょいある、あ、30キロ近くあるのに。はい、どうも。どっか自販機があったら。ああ、そうだ。さっき、電波ですね。さっき成功前やった時にゴミ捨てときゃよかった。昼ご飯の。同じチェーン店だったら、まあ捨てていいかなという、私の個人的な基準があるんで。まあでもあとは買い物したらその分、なんか捨ててもいいような。うん。ペットボトルに海水。燃えたいてみて騙されるから嫌だな。でもやったことないからやってみるまで何とも言えんな。そんなこと分かりきってるかもしれんけど、実際にやってみないと。ていうか、私は米炊く道具はあることあるか。米炊く道具あることはあります。言えないな。うん、百人浜夫は何ができる？合図来ました。カモメ、逃げるやつと逃げないやつがいるんですよ。魚でしょうね。あんだけのカモメを養うためには海に飛び込まない。あ、昆布クレーンだ。昆布クレーン車。もう干し終わった昆布が山積みになってますね。あの干した昆布をトラックの後ろに積んで運んだりしてるんですけど、後ろにはみ出した昆布が地面に接触しながらザーザー言いながら走ってるトラックとかあるんですよ。あれって大丈夫なんですかね。カモメ、ああそうですかね。確かにガーガーみたいな感じだったっけ。どうだっけ。漁村とかで上を飛んでるカモメはなんかケアケアみたいな感じに聞こえるけどな。クエクエというか、まあ16キロ、ああでもそんなもんか。スピード出ないよな。向かい風のせい。これは本当だったらまあ 4,50 キロ巡航なんですけどね。50、あれ非常電話。あ、装備カンチェラーラ、確か有名な人ですよね、カンチェラーラ。ん、呼ばれた顔、私わかんないんですよそれ。何が落ちる。やっと早く尻が横になれないかな。まだ尻が旅行尻になってない。あ、これ旧道と、あ、トンネルってこれか。でも明かりついてるから。昨日原付で宿まで来た女性が暗いトンネル怖かったって言ってるのはこれではないな。どっちも行けるみたい。あっちは通行止めか。まあいいや。この先また今もうすでに汚いかもしれないけど電波なくなると思います。ここの長さは書いてないな。あ、書いてある。あ、2000メートル。
2000メートル、ここは今47分か、2000点。あ、この先、あれいいな、の場合か、ちょっと、これどうですか。この先、昆布漁とトンネル工事を行っています。なんかいい絵ですね、これ。で、昆布漁のあの足元のあの、砂利が敷き詰めてある様子がちゃんと再現されてる。昆布漁とトンネル工事。長いので、もしかしたら延長時間内に戻ってこれるかな。2キロっていうと、私のペースで例えば1時間10何キロペースだとするとギリギリか。まあとりあえず行きます。じゃあ多分皆さんまた後で、また後で。また後ほど。ガイドつけよう。ガイドちゃんと今しました。聞こえなくなりました。すいません。まだ来てる。コメントなんて言ってるか分かんないけど、まだコメント来てますね。もしかして中電波あるのかな。車が来てなければこれコメント聞こえるかな。まだ来てる。排気ガス全然問題ないみたいですね。交通量の絶対量が少ないからじゃないですかね。車降ると聞こえなくなる。すごいな、電波あるのかこれ。新しいトンネルだからかな。実況できる、できる。ちょっとこっち側あんまり聞こえないですけどね。 100m 先、非常駐車帯で、長いトンネルは、長いトンネルはこういうエリアがあります。このところはなんかあの避難所として車のなんか修理とかするためなのかな。明るいんですよね。こっち側のところは普通にあの見落としが少ないオレンジ色で、こっちはあの白色なんですよね。電波飛んですごいな。そう、ここ色が違うんですよ、セブンが。トンネル内コンビニとか嫌だな。キムチとして嫌だな、それは。ああ厳しくなってますかね。ああちょっとライト上すぎたな、これ。それをトンネル内勤務とか嫌だ。いつ埋まるか分からないじゃないですか。 1000m 先工事中、この中で。まだ半分来てない。まだ 700m。このライトだけ赤みが強いな。切れた。すいません、何が。 GoPro まだついてるな。よし、メディアどんだけだったかな。あと4時間だから、もうそろそろ危ないんじゃないかな。
お、半分来た。残り900メートル。800メートル。電波なくなったな。500。再接続。うん？電波弱いか。あ、弱だ。電波弱い、ここ。やばいな。電柱できない。電柱失敗して一般枠でやるようになると、枠取りの時間が、タイムロスが増える。エリも34キロとか書いてあるのはなんで？百人浜をガラシートンネル作ってる。キャンプ場までさっき30キロだったよな。この時点で残り25キロになってなきゃいけないはずなんだけど、今のも昆布クレーンついてましたね。
この辺りかな。接続。電波強度は、ああじゃあこのままだ。ああこれダメかな。電波弱いな。ああダメだ、届かない。ツイッターで。電波弱、しばらく進んでから、あ、枠取りしてみますと。この数文字がツイートできない。よしなった。
まだまだ先が見えんな。 GPS の地図で見ても、あ、ここちょっと見晴らしがあるか。パークでいいか。タイムロスが増えるな、一般ってやると。こう。はい。あ。よし。おお。さっきトンネルの途中から電波なくなって、でトンネル抜けた後もしばらく電波なかったです。さてこんなことしてる場合じゃないですよ。ん？時速？今あと2時間20分ぐらい時間遅れ時間があるから、残り24キロぐらいだったら間に合うはず。アベレージ10キロでも。この辺り波がかなり激しいです。中まで入ってこないかな。ん？あー何ですねって。早く10キロ切ったあと少しって思いたい。
お、電波悪いかな、もしかして。なんて書いてあるのかわからない。逃げない。こんなとこになぜか日照橋。なんでだ。えりも岬ならなんとなくわかるけど。ちょっとチェック。止まったか。ああ、ダメですね。通常足にしてみるか。行ってないや。電波弱い。でもこれはもう行くしかないな。ツイート先できたかな。ああ、ダメだ、ツイートできてない。で、あ、弱いです。まあいいや、ゆっくりしてられない。それこの辺りが電波あるかどうか調べてなかったな。確かあったんじゃなかったっけ。お、黄金ドルテさんと書いてある。またトンネルだ。逆にあん中の方が電波あるかもしれない。あ、そうだ。あと GoPro があとどんだけ見てやがる残量あるかチェックしようと思ったんだ。あと、うわ、あと8分だったか。トンネル抜けたところでメディア交換かな。向こうは結構晴れてるのにな。目黒トンネル。長さは
これも2キロ近くあるのか。1835メートル、か。ちょっと中に電波がないかどうかチェックします。あれ、余計なマーク始めなきゃよかったな。あと音声は、あ、できてるな。微妙に下ってるような感じがする。
前こんなトンネルあったかな。あ、そうか、何年にできたかを見りゃ。前来たのが11年前で2002年だから、あ、やっぱり2008年11月竣工の11年3月、3月も竣工、あ、着工と竣工か。やっぱりだいぶ新しい。さて、電波つながるかな。あー、 GoPro 切れた。よいしょ。うお、たたたたた、こういう時重さが出るな。まずはじゃあ GoPro 復活させて、メディアを、見てたっけ、こっちか。よっと、まあ汚れてんな、レンズ、レンズというか、うわ、よし、再開。やった。で、と、まあ時刻を合わせると逆にこれはずれたりするけど、一応こう、で、手拭い締め直し、直し、で、あとは放送が接続できるかどうか。ボエミちゃんの設定が、
ダメだな、繋がらんな。電波弱すぎる。残り距離とか出るかな。あ、でも出てるな。残り27キロ。そんなバカな。あれ、ちょっと待てよ待てよ、これ合ってんのかな。いや、電波切ってないな、こりゃ。とりあえず先進もう。風がこの辺りはないな。あ、GPS の方がびっくりした。今ピピーって言ったんで。釣ってる釣ってる。あ、こんにちは。あ、そっか、市街地か。電波電波。18キロ。
まあなんとかだな。なんか看護してる。電波が。ああ、繋がらん。進み、あ、来た。声が行ったぐらいですかね、これで。電波ない、この道、全然。今、なんか集落に来てます。今、ここは、なんてとこですかね。わからないな。あ、電波上がった。黄金道路の電波状況、そういえば調べてなかったんですけど、電波悪いですね、この道。申し訳ないです。で、残り18キロで、残り2時間、リミットまで。本当は余裕持っていきたいところなんですけどね。で、もうこの枠が終わったら、諦めて先進みます。エリアですか？この先はありますかね、電波。あるんだったら一応枠取りながら行こうかなと思いますけど、あ、通常配信です、そうです。なんかカメラ下向いてる。熊歩いてるかもしれないですね。いることはいるらしいから。あー、電波ない。で、電波がないので、この放送できるかどうかチェックしながら走ってたんで、余計時間が。ん、このエリアが、ちょっと待ってください。このエリア越えたら丸山まで、ああ、やっぱ本当電波ないんだ。じゃあこの枠で一旦、あと3分で。あ、GoPro さっきメディア交換しました。アンテナ。じゃあ、そうですね。次の、まだ長いのあるんですか。今まで2キロトンネル2個超えてきたんですけど。で、前来た時なかったよなと思って、あのトンネルの名盤見たら、やっぱり、私が前来たのは2002年で、さっき通った2キロトンネルは2008年に着工でした。次 5キロ、あれですか、あそこのあれ5キロあるんですか。でもトンネルは速度ある程度稼げるんですよね。5キロ、黄金道路ってそんな状態になってたのか。マジですか。多分あのトンネル、5キロのトンネルとか通った覚えがないから、すごいな。銀河トンネル、あの騒音橋のところの銀河トンネルより長いじゃないですか。ん？何が通れない？あ、迂回路は塞がれてましたね、確かに。ん？何が大丈夫？いや、リスナー。5キロのトンネルとかできてんのか、ここ。絶対前なかった、そんなの。20分、そうですね。私のペースだと良くてそんなもんです。電波、でもまあ、この枠あと3分とかで終わりますよね。
なのでここから先はあれです、あれです、ほら、あれあれあれ、放送なしでいきます。あ、気をつけます、どうも。あ、トラね、チャット私は意味ないから、そういう、あ、リム岬、あ、でも岬まで今日着かないです。その手前のキャンプ場止まりなんで、明日の午前中に岬に行きます。さて、じゃあ放送できねえ。そんなにこの道電波なかったんだ。あ、じゃあ百人浜のキャンプ場もあるかどうかわかんないですね。本当だ、エリモ黄金トンネル、ゴールデンタネル、うわー、5キロか。リンちゃん誰、リンちゃんお疲れ様です。うん、もう終わりますかね。ちょっと嫌だ、また悪口言われるじゃないですか。4941、マジか。浜ありそうですか。じゃあ PC は節電のために落として GoPro 本体にマイクつないでいこうかな、ここから先は。じゃあお元気で、皆さんまた元気で会えたら会いましょう。 YouTube ですね、ここから先は YouTube 動画で、いずれいつか。お疲れ様です。あと15秒あるな。お疲れ様でした。このトンネルが着工したのはやっぱり2007年とかだ。割と新しいですね。じゃあお疲れ様です。じゃあ終わった。電波こんなひどいとは。じゃあ GoPro の音声また切り替えます。マイク音声一旦ストップ。で、3番立てて、これで、5キロか。でもこれ抜けたら残り13キロか。
これで1キロ、残り4キロ。
まだ半分来ない。2200メートル。いや、まだ来てないか今。もうそろそろ半分のはず。半分超えた。って言ってるのは車の音じゃないよな。それらしいファンが見えない。
ないのか。次は何キロだ。今度は、あ、崎梅トンネル、作梅トンネル。知りやすね。まだ卵が止めるある、ね。まあ、そのトンネルの方行こうかな。ここは見えない。何メートルだ。GoPro は動いてますね。クレーまであと3、40分。
ここも新しくなってる。これは何だあれ。あそこのハンドルは車用の道じゃないのかあれ。そして粉骨トンネル。残り距離出るかな。あと11キロ。これだと6時ぐらいつけるな。よし。テント張って風呂に行こうと言っても間に合うかもしれない。でもキャンプ場上の方にあるって言ってたな。やっぱ風呂が先かな。
何だ。いいやつ。やった。ああ綺麗だけどまだ10キロある。北海道だな。あそこの敷地は何だろう、乗ってないな。結構登ったっていう、それぞれ標高に20メートル以上しかない。あ、こうか。あ、下の道あったのか。いや、そうでもないな。えりも町そや。この前通った時雨だったのかよく覚えてない。
あ、自販機あるな。機械入れがあったら買おう。ないか、ない、買わない。お、まだ昆布干してある。あそこの空き缶じゃないな。10月か。でも10月ももう近いか。これであるな。本当に機械でか、違うよな。でもここにあるってことは、いや、機械なんだろう、きっと。麦茶売り切れてる。ソルティーライツ、また登ってる。岬に近づくに従ってアップダウンあったっけ。岬と
市街で分かれてるか。ちょっと地図チェックしないと。あれ、ここの分岐って峠に向かうやつじゃないか。えりも市街ってどこの市街のことなんだろう。私の目的地は左行って、あと 9.2 キロか。あ、切れてる。ホタファイ電池切れになったか。近づいてからまた電源入れよう。市街っていうのはどこ？岬から向こうに行ったとこかな。綺麗だけど、綺麗だけど、近づくまで、キャンプ場に近づくまではなんか不安が残る。あれ、今の観覧車のゴンドラかな。いや、普通に遊具からのやつかな。
まあ、ホンモンカラスじゃないか。人間の目から見ても本物に見えたけど。海側に、今のうち海側に行ったら関係ないか、遠回りなだけか。ライチの甘いのがうまい。やっぱ腹は減ってきてるのかな、あんまり自覚ないけど。熊の距離が伸びた。結構高い山があるな。この辺りの岬を分断してる尾根のこんな見えるのか。写真
あ、今のタヌキっぽいな。黒くて太い尻尾の後ろ姿が見えた。キツネじゃないよな、あの色は。やった。ライトつけとくか。お、焼肉っぽいことやってる、バーベキューみたいなことは。あの日綺麗に見えるところで見たいな。おお、あれはもう霧が出てるのかな。波打ち際沿いになんか湯気が上がってるように見える。ちょっと押さえて写真、お邪魔してます。いや、お邪魔してます。よいしょ。あ、オートキャンプ場あと4キロ。オートキャンプ場入り口か。えりも岬はあと12キロ。4キロか。キャンプ場の受付して来れるかな。あと20分、17時40分45分ぐらいに入り口に着いて、そこから登るのにどんだけかかるかだな。あ、でもまた登って降りてきてまた登ると考えると、あ、そもそも温泉がどこにあるかわからない。降りてくることはないか。多分温泉も上にあるんだな。あ、これ独り言大きな声で言ってるのは、一応 YouTube に、YouTube というか GoPro 動画に自分が考えてたこととかを記録するためです。録画してなかったらこんなに大きな声で喋ってないです。赤い。この先で見えるかな、綺麗に。結構綺麗に見える。
見晴らしが良くなってきたな。ちょっとここで1枚ダイナミックレンジを、取れたかな。おお、結構取れてる。やっぱダイナミックレンジ上げたらよく取れるな。見た目にかなり近い。そうだ、この景色ツイッターでも、あ、そうか、パタパイ綺麗、あ、動いてる。あれ、さっきパタパイなんで切れてた。今ここで写真。ダイナミックレンジ上げて、暗くなってきました。国浜オートキャンプ場まであと 3km くらい、くらいと。こっちのパチパチいってる。何がいる？キツネだ。しかも気づいてない、こっちに。まあキツネ珍しくはないんですけどね。意外と見る機会が私は少ない。写真映らねえ。気づいたかな？気づいてない。気づいた。当たり前か。逃げた逃げた。こんなとこにいるのにキツネ。こんなとこにいもうか。あとはキャンプ場に夜とか朝方あさりに来たりしますけどね。気温下がってきた。まだ長袖ジャージ着てるだけで大丈夫だけど、もう少ししたらウィンドブレーカーがいるようになる。もう今これで日が暮れたな。
お、灯台が光ってる。光ってるの映ってますかね。結構一周して、ま、来て回る、あの回ってきて次に光るまで間がある。あー隠れた。オートキャンプ入り口か。そこそこ余裕持って着くことできたな。いやでもここから登りがどんだけあるかわからんか。見事にないな。
左か。おう。どこにあるんだこれ。これは違うか。これゴルフ場か。キャンプ場とかある雰囲気全然なくなってしまった。あ、あった、キャンプ場。これ17時40分か、よし。結構いるな、思ったより。でもないか、やっぱ少ないか。
そこは数字どうかな。ちょっとあそこで配信するわけにいかんな。うわ、処理時間長。じゃあこの後テント立ったりいろいろあるんで、 GoPro6 はここまで。お疲れ様です。